A クラス2017年メンバーの早瀬彩です。はい、同じく清瀬町です。マッチ、同じく日野麗華です。麗華、同じく新井司です。司、A クラスの皆さんなんですが、今年はなんと全員がレースクイーン大賞を受賞しているという本当にすごいメンバーなんですよね。おととしは麗華ちゃん、そして昨年は司ちゃん、そして今年はあやちゃんとまちちゃんが見事受賞しました。さらに今年はまちちゃんがグランプリも受賞いたしました。おめでとうございます。すごいメンバーで結成された A クラスの皆さんなんですが、この超難関とも言われている A クラスに選ばれた感想をお願いします。はい、こう歌とダンスをするということで緊張とかもあったんですけど、実際にこうレッスンが始まってみたら、あのメンバーで支え合ったりとかこうアドバイスし合ったりとかして、とても楽しい時間を過ごせて、そしてみんなの前でお披露目することができて、とっても嬉しく思っています。私はですね、今年で2年目になるんですけれども、本当にこのステージはすごくこう見渡しも良くて、すごく盛り上がった楽しいステージなので、今年は去年以上に精一杯盛り上げていければと思います。同じようにアイドル活動させてもらってたんですけど、A クラスの方がやっぱり EDM というかすごいかっこいい感じなので、すごく憧れていて、やっと念願の A クラスになれたので嬉しいです。はい、あの人前でダンスを踊ったことがなくて、練習では間違えずに踊れたりするんですけど、こうやってステージに立つとすごい緊張しちゃって触れちゃって、なんか間違えたりとかすごいしちゃうんですけど、自分なりにこの今日と明日の2日間完璧に戻れるように頑張りたいです。ありがとうございます。さあ、そんな A クラスに選ばれた皆さんなんですが、先ほど披露していただいた曲のパフォーマンスも本当にキュートでかっこよかったんですが、何か練習中とか苦労だったで苦労した点とかありますか？はい、練習、1ヶ月ちょっとだけの期間の少ない時間だったんですけど、本当に自主練なんほどいっぱいしたんですけど、本当になんかみんなに追いつけなくて、メンバーにいっぱい教えてもらって、はい、頑張りました。大変でした、本当に大変です、今でも。はい、みんな裏でね、練習してすごいチームワークもバッチリな感じがしますね。そうなんですよね、本当にダンスのレベルも4人それぞれなので、こう、初めての子を頑張ってすごい練習してもらって、アドバイスして、私たちもしっかり頑張らないとって言って、すごい本当練習期間短かったけど、それでね、4人の絆は深まったと思います。ですね、結構その、初めての子もいるから、割とシンプルな振り付けになってるんですけれども、例えばこういうアロハみたいな手をしてサビとかサビに振り付けるんですけど、よかったらぜひ皆さんにも一緒にアロハしてほしいなと思います。残念だったね。残念だった点は、残念だった点は、確かに残念だった点は、なんそうなんですけど、こう歌を人前で歌うのも初めてだったので、レコーディングの時もすごい緊張しちゃって全然声が出てなくて、カラオケ行ったらみんな聞こえないと思うから歌わない方がいいよってアドバイスをもらいました。次の日は申し訳なし、編集さんにケーキを買ってごめんなさい、これで頑張ってくださいってお願いして作っていただきました。そうなんですね。さあ、そしてその曲が今回このオートサロン2017の公式アルバムに収録されているんですよね。そうなんです。先ほど聴いていただいたエンジョイラブハッピータイムという曲が、昨日から発売になったオートサロンオフィシャル CD のレボリューションシャープ13に収録されています。さらに今回はもう1曲収録されているんですよね。はい、
とですね、2014年の A クラスが歌ったジャンピンという曲はすごい未だにリスナーの方がすごいよく聴いてくださって人気の曲なので、今年も私たちカバーさせてもらってます。ジャンピンはこの後披露しますので、お楽しみにしておいてください。楽しみですね。そしてその2曲が収録された CD がこのオートサロンの会場内で購入できるんですよね。はい、ボールさんの MX ブースでエボリューションシャープ13発売してますので、ぜひ皆さんゲットしてください。はい、そしてさらにその CD プラス私たち A クラス、そして ABEX キャンペーンガールの皆さんとのコラボグッズなどもありますので、こちらお買い求めいただけますと握手会にも参加できたりしますので、ぜひぜひ合わせてよろしくお願いします。はい、皆さんこの後すぐね、サンホールの ABEX ブース、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。それでは最後になりますが、先ほどのお話にも出ていました、もう一曲を披露していただきたいと思います。それでは皆さん準備をお願いいたします。はい、それでは参りましょう。 A クラスでジャンピン2017。A クラスの皆さんでした。
ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。